怪人のくせに逃げんなこら、ストレス解消潰すぞこら。このまま二人で逃げてたら確実に捕まっちゃうよ。生き延びるために別々に逃げよう。ライオンに追われるインパラと同じ心理である。生きろオケラス、ヒルラーナンバー。あいつら二手に分かれやがった。一丁前に知恵なんか使っちゃって。アイブルー、お前そっち追え。捕まえたらさっきの公園で落ち合おうぜ。了解や。あら、バンプさん。あ、こんにちは、モリスエさん。こんにちは、暑いですね。ねえ、ほんと暑い。オケラス君とナンバ君、大丈夫かな。あ、逃げやがった。おバンプ、てめえそこで正座して待ってろ。二人とも無事だといいけど。ああ、行き止まりじゃん。あ、なるほどね、オケラだもんね。あ、お前は水中、俺は夢中、そして彼女は逃走中。おいこら、こらなあ、うん、ばあ。やめて。何逃げてんだてめえこら。やめてください、落ちるじゃないですか。ほら、いいから降りてこいよ。だってそんなやる気満々で来られたら引きますよ。気持ち的にもっと優しくしてください。優しいだろ俺は。いいから降りてこい。ボコボコにしないって約束してくれるなら降りていきます。それは無理な相談だな。ボコボコにするために降りてこいって言ってんだからよ。ちっとも優しくないじゃないですか。なんだとこらお前、優しいだろ俺は。優しいよな。優しいです。たく、どうしても降りてこねえんだな。じゃあ仕方ねえな。え、これも正義のためだ。あ、ちょまさか母さん。死ぬのか。さてと、肩打った。信じらんないこの人。正義の味方のくせに。見たか。見た。太陽の戦士ウェザーレッドの炎の力をよ。雨の戦士ウェザーブルーの水の能力を。でライター使っただけじゃないですか。水道水使っただけじゃないですか。そうそう、そういえばあったね、そんなことが。でその後確か対決し直してボッコボコにされて。ほんとあの時は生きた心地がしなかったよ。ひどい話だな。でこれがその後で撮った写真。押し入れを片付けてたら出てきたの。俺この時尾てい骨折られたんだよね。俺も右手上げてるけど実は左肩は全然上がらなかったんだよね。ブルーがいたってことはレッドがまだウェザー3だった頃ですか。あれこの時1号もいなかったっけ。あの頃は先代の1号だったからね。僕2代目なんですよ。あの時はウェザーイエローが休みだったから2対2でいい勝負かと思ったんだけど。半端なかったよなあの2人。懐かしいな。あの頃に比べたらレッドさんも丸くなったよね。でもなんであの時レッドとブルーあんなに切れてたんだっけ。あれなんでだっけ。ああ、あの時はね。これから対決って時に私がくしゃみしたから。ああ、はいはい、そうでした、そうでした。緊張感にかけるって言ってくれたんだっけ。しょうがないじゃんね、生理現象なんだから。バンプ様らしいな。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。秋葉原、かつて日本最大の電気街と呼ばれたこの街は新たな姿へと華麗に変貌を遂げた。このような光景も今や何気ない日常の一コマである。お願いします。最近なかなかお客さん捕まらないね。まあさすがにいい加減ブームも過ぎちゃった感じだよね。このバイトもそろそろ潮時かな。あ、
ね、あの人に声かけてみない？え、おじさんだよ。でもコスプレしてるからきっとオタクよ。お願いします。ん？チラシか。なんだ君たちは。私たちはメイド喫茶萌えカフェでお伝えしてるんです。よかったらお休みになっていきませんか。萌えカフェ、それはつまり喫茶店の名称なのか。はい。そうか、私は今洗濯機の購入について電気店との交渉で話し疲れていてな。喫茶店で休憩するのも一つの知恵。ヘンゲル将軍、彼は世界征服を企むプロシャイム西東京支部を牛耳る IQ150 の知将である。よかろう。ありがとうございます、ご主人様。ではご案内いたします、ご主人様。ご主人様。お帰りなさいませ、ご主人様。うん、世話になる。お飲み物は何なさいますか、ご主人様。さっきから気になっていたんだが、私を誰かと間違えておるのか。私は身内の者から将軍と呼ばれはするが、ご主人様とは言われておらん。この場合、ご主人様ではなくお客様と。お飲み物は何なさいますか、ご主人様。まあいい、私の目的は喉を潤すことであって、君たちの言葉遣いを指導することではないのだからな。ではアイスコーヒーを。いささか空腹でもあるな。ん？この愛情たっぷりオムライスというのは？愛情たっぷりで作るオムライスでございます、ご主人様。愚問だったな。ではそれをもらおう。今日はモエモエキャンペーンでオムライスにケチャップ文字を書くサービスが無料になっていますが、何と書きしますか、ご主人様。ケチャップ文字。では世界征服と。お待たせしました、ご主人様。愛情たっぷりオムライスケチャップ文字サービス付きです。こうしてヘンゲル将軍はモエカフェのさまざまなサービスを堪能することとなったのだ。疲れみたいですね。なん、特にハサミ側の方は凝っておってな。今後他の電化製品を買うようなニュアンスで交渉したものの、それ以上の値引きは頑として受け付けなかったのだ、あの店員は。じゃ、萌え萌えじゃんけんいくよ。よし、次こそ絶対勝つぞ。萌え萌えじゃんけんは勝ち抜きじゃんけん、優勝するとメイドと記念写真が撮れるサービスです、ご主人様。いや、写真はまずい。顔を露出することは歓迎すべきではないのでな。じゃあ、行くよ。じゃんけんぽん。と、言葉遣いは感心せぬが、サービスの行き届いた喫茶店だったわ。はあ、おそうだ、萌えカフェクラブに入会しておいた。今度、お前も連れて行ってやろう。帰ってきて、ご主人様。行ってらっしゃいませ、ご主人様。秋葉原メイド喫茶萌えカフェ勤務、自称永遠の17歳。おいおい、だからともみは今のお仕事を続けるのか悩んでるのです。にゃんにゃん。悩む余裕があるだけ幸せだな。運命なんてのはコインの裏表みたいなもんだ。こいつで決めてみるか。俺が勝った。にゃーん、トモミはこっちがいいです。モエモエじゃんけん。いや待て、俺はじゃんけんぽん。にゃーん、トモミの勝ち。俺はグーしか出せないんだよ。レイさんからトモミにシャンパンタワーおごりです。せーの。おかえりなさいませ。ご主人様、ワンワン。ほら、どんどん食べて。もしかして君、肉嫌いだったの？